さっきまでね、ちょっとね、会社飲み会ってね、しゃがれ声になってしまってはいるんですけども、来シーズンのおそらくこれ PV だと思うんですが、出たようなんですね。はい、今、スモンさんにまた URL をお送りしましたんで、同時視聴でね、はい、見ていければというふうに思ってますよ。はい。同時視聴でいきますよ。同時視聴で。3、2、1。はい、どうぞ。いやもうほらね、やっぱそうですよ。もうこれはマケドニアとかね、もう古代ギリシア系の、はいはい、ほら奥にパルテノ神殿見えるでしょ。パルテノ神殿見えました。あれね、匂わせツイートでもね投稿されてたんですよ、パルテノ神殿。あ、そうなんだ。うん、おいやり長いね。やり長いですね。長いね。ファランクスですか。ファランクス来るんじゃないのこれは。いやー、ちょっと待って、ベネチアどうなっちゃうの。ベネチアどうやって差別化測るのかな。これ騎兵ですね。騎兵ですね。騎兵出ましたね。これなんだ、これなんだ、ホッサンか。あ、宝石。マジ宝石。マジついに来た宝石。ラクダ走ってますね。これはあれですね、シャルシームの前シーズン、はい、前のシーズンの。あ、マジこれ馬に乗りながら投げやり的な感じ。投げやりの馬ですか。おわ、これだからファランクスですよね。待って、情報量多いな。情報量が多いですね。ちょい困ったもんですね、これ。情報量多いですよ。ちょっともう一回見ましょうか。はいよ。はい、ごめん、ちょっとあのさっき PV でかすぎて、音量がスモモさんの声ほとんど入ってねえというわけで、ちょっとあのボリューム下げて、今度止めながらね、逐一あーでもねこうでもないできればというふうに思ってます。じゃあよろしいですか。いきますよ。3、2、1。はい、どうぞ。はい、パルテノ神殿来ましたね。まあ、パルテノン神殿って言ったらもう古代ギリシャですよね。そうですね。はい。あそこなんだっけ、名前わかんないけど半島ですよ、舞台は。なんだっけ、これ。ね、ギリシャとかマケドニアとかアテネとかあの辺ですよね。はい、そうなんですね。で、これね、これなんかね、はい、来ました。ちょっと、はい、30秒、はい、30秒止めていただいて、これね、はい、これね、もうファランクスですよね。もうそうですね、はい、もうそれ以外考えられないファランクスで、これちょっと見ていただきたいんだけど、これ盾持ってんすよ。盾持ってますね。で、槍持ってるじゃないですか。はい、これどっち。あ、区分として大盾か槍かっていう、はい、いや、大盾ってことはないと思うんだよな。小盾かね、長江なんですよ。小盾も使える。これブロック持ちの長江兵団でファランクス組めると、うん、どっちかって言ったら多分長江だと思うんだよな。ファランクス組めんだからね。そうだね、はい、そっちの気がします。それをですね、まあこれでね、思うのはベネチアいるじゃないですか。はい、います。ベネチア法人、都市法人、はい、シーズン、2の兵団、彼らとどうやって差別化を図るんですかっていう話ですよ、うん、そこが気になる、うん、はい、じゃあちょっといきましょうか。いきましょう、せーの、はい、はい、でこれ将軍みたいな人が、ファランクスの間からこうね、将軍ムーブかましてますね。でファランクスですよ、これ推進かな。ウィスクっぽい動きしてますよね。ね、ウィスクっぽくもあるね。え、あ、でこれ投石ね。これ星さんですね。これは星さんだけど、はい、投石ですよ。ちょっと一回止めていいですか。すいません、56秒、はい、54秒5秒ぐらいにちょっとで、今にもこう投石投げますぜっていうシーンなんですけどね。え、まあ、麦わら帽子かぶってるぐらいだから、これ星さんであることは間違いないと思うんですけどあのね、投石っていうのがさ、今までの兵種にないんですよ。そうだね、ないね。ないんですよ、これ。でこれ兵種が何になるかっていうのは結構大事だと思うんですよね。クッシュ、クッシュか投げやりかですね。やりじゃねえもんな、石はなまあまあ、それはそう、クッシュだよね。参考までなんですけど、同じこう物投げる的な兵団で、はいはい、あの砂のサソリシーズン、ナイフ投げるやつ、名前出てこないんだけどナイフ投げる、あれってね、特殊兵団なんですよね。あ、そうなんだ。うん、したがってやっぱこういうなんか物投げる系ね、油壺もそうだし、ナイフ投げるのもそうだし、槍じゃないもの投げる兵団は多分特殊兵団だと思うんですよね。なるほどなるほど。はい、
だからね、こいつに寄生軍魂をつけてみて遊ぶっていうプレイができるわけですよ。石投げるために回復しますからね。はい、じゃあ行きましょう。せーの、はい。ラクダのね、シャハルラクダライダーさんが、犠牲になってますけれども。ラクダと、これね、正面衝突しようとしているのが、投げやりですよ。止めていただきましょうか。これさ、まあ、いくつか疑問があるんだけども、ほい、ほら、暗闇シーズンで辺境有機兵出ましたよね。ああ、いましたね。爆薬がついた槍投げるやつらね。あれはね、投げ槍兵団なんですよね。ああ、そうなんだ。まあ、なので、馬に乗っていようと、槍投げてんだったら槍投げだと思うんですよ。投げ槍だと思うんですよ。投げ槍のね。はい。ただですよ、これ投げ槍なんだけどさ、星いくつこれ。ああ。5? まあ、順番で考えると5っぽく見えるけど。5っぽく見えるよね。馬も結構なんか大層なもの乗ってますし。ね。ただですよ、まあ、多分これ答え後で出てくると思うんですけど、っていうか公式サイトにもしかしたら載ってるかもしれないんだけど、ほら、ベネチアはさ、星4じゃないですか。はいはい。で、最初に出てきたファランクス兵団って、なんか、星3ではなくて、星4か星5だと思うんですよ。そうですね。星4だとすると、もう完全にベネチアと立ち位置かぶっちゃうじゃん。それはそう。はい。なので、このね、投げやり兵団も、まあ、星3ってことはないと思うんで、星4か星5だと思うんですけども、星5だとね、今度は、銃投げ槍兵コロッセオシーズンの、はい、うん、彼らとねまた被ってきてしまうんですよ。なるほど。ってことは俺の予想だけど、これはね多分星4、ほうほう、で最初ファランク星団が星5。なるほどなるほど。はい、だから正統派の長江兵団星5と、うん、馬に乗って槍投げるっていうちょっとなんて言うんだろう、挑戦的な感じの兵団が星4で、石投げる兵団星3、うん、はい、うん、だと思うけどね。まあこれ多分公式サイトに答え載ってますけど、私そう予想します。はい、じゃあ行きましょうか。せーの、はい、槍投げてますよね。これ投げた後あれどうするんだろうね。収益もできるのかな。あ、これ推進ですよ。ほらほら、もう推進ですよね。うん、いや、やっぱね、あのファランクス組む兵団ね、星子だと思うんだよね。ほら、中世の推進みたいな動きしてますでしょ、ね、あの槍の長さで推進されちゃうんですよ。いや、なかなかえぐい。あ、えぐいよ、これはえぐいよ。はい、もう大抵ね、あのね、強い星子馬が出たシーズンの次のシーズンの兵団って何らかのこう馬に対する特攻を持ってることが多いんですよね。俺の予想ですけども、これ、はいはい、ほら、あの円月騎兵が出た次のシーズンは真田が出たでしょ。だから公式の回答なんですよ、あれ。真田で刺せと円月を。ってことは今回ね、昨シーズン新王なんとか騎兵、あ、現行騎兵だ、はい、出ましたけれども、まあこの間ナーフもされましたけれど、まだまだ猛威を振るっておりまして、これはね、あのおそらく公式からのね、このファランクスが回答なんだと思うんですよ。ってことはこれね、来シーズン、確かに歩兵環境来ます。なるほど。もう明言しておきます。歩兵環境です、今回は。槍が強くなると、歩兵環境になるんですよ。馬走りません。ありがとうございました。ありがとうございました。なので、来シーズン序盤はね、このファランクスの兵団出てきませんので、新王現行騎兵が走り回るっていうシーズンになるんですけど、もう終盤で星5のこのファランクスが登場すると、一気に歩兵環境に傾くと。はい。しっかり立てた槍を組んでね、前線をこう、築いてるような感じあれになるんじゃないでしょうか。ということで、はい、答え合わせしてみる。見ましょう。うん、多分ね、公式サイトにね、もう出てると思うんだよな。見てみましょう、公式サイト。ほらほら、アレキサンダーだってよ。ほら、制服の旅、ほらね、アレキサンダーですよ。今回ね、匂わせツイート分かりやすかったよ。あ、それもいいですか、解説して。ああ、いいですよ。あのね、公式サイト今開いていらっしゃいます？はい、今開いて、ね、はい。で、5月31日に、これ、清潔な純白って言って、なんか布がこう出てるんですよね、これ。ああ、ツイッターの。ツイッターも、公式サイトの方にも画像が出てるんですけど、はい。これね、最初見た時誰も何も想像つかなかったんですよね。布だけ出されてもっていう。まあ、後から答え分かってしまうと、ギリシャの人たち、こう、身にまとってる布です、これ。ウール。うん。ウールの布です、これ。長いこの布をね、体にまとって生活してたわけですよ。はい。あの地方の方々は。はい。この布でした。なるほど、なるほど。はい。で、ちょっと戻って、次に、6月1日ね、これ、影に、佇む古き伝説って書いてるんですけど、これもさ、石じゃん、ただの石に見えますね、うん、ただの石でしょ。皆さんこれ
ピンとこなかったと思うんだけど、影がこれヒントになってるんですよね。この長いこう左上から右下にこう伸びてる影ですね、はい、これね、もう神殿のね柱なんですよ。あー、なるほどね、はい、でこれこの形状があるのはもうパルテノン神殿なんですよ、はい、これ床大理石、そう大理石で、これ多分ね、いわゆるですね、鏡面仕上げ、あの石のこう材質って、石材って仕上げのやり方いくつかあるんですけど、大理石っていうところはツルツルしてるイメージあるでしょ、ね、うん、あれ鏡面仕上げって言ってツルツルしてるんですけど、光沢出すために、これバーナー仕上げ的な感じのね、ザラザラした床ですね。でも大理石はこういうのもあるんですよ。はい、研磨するとねツルツルになる。でちょっとこれ次いきまして、で最後ね、これ決め手になったのが、これ勇敢なる戦士がね千葉にまたがり東へ出立すると、はい、でこのフォルムですよ。でこれも見て、これはもうねアレキサンダーだろうなっていうふうに確信しました。そもそもだけど、こう歴史上で東の方にね、出立する動きって、ね、大体ヨーロッパからイスラム圏の方に向かっていくんですよ。そうですね、うん、そうすると、うん、ローマか、十字軍かアレキサンダーなんですよ。なるほど、はい、でフォルム的にこれもうね、もう冠がね特徴的ですね、はい、特徴的ですよね。これはもうね、十字軍ではないよとなると、アレキサンダーかローマかと。でパルテノン神殿はねギリシャですからね、あれ、なのでもうこれはアレキサンダーだろうとね、征服を。というわけで今回ね、答え合わせになってくるんですけれども、結局、征服の旅アレキサンダーですね。はい、超王道中の王道のまたテーマが来ましたね。そうですね、最近あれだよね、王道系で攻めてくるよね、コンカラスプレートの公式。そんな、うん、今シーズンがアレキサンダーで、昨シーズンが、まあ、中華兵団、うん、まあ、この辺は王道ですよね。その前がなんだっけ、なんだっけ、レリギオン、あれレリギオンとなんかあれだな、中華兵団の間になんか一つ挟まってた気がする。なんだっけなあれなんだっけ、なんか間に一つあったような気がする。テンペル先見兵の次に出てきたのなんだっけ、あ、ランスロットだ、ランスロット、だからあれだ、アーサー王か、アーサー王、うん、アーサー王中かアレキサンダーって来てるわけですよ。なんかコンクラスベイドのあれ中の人ってあれ好き今の P 音入れますけどね好きみたいな、まあ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 、有名どころをね辿っちゃうとどうしても、まあまあどうしてもね、そこに行き着くんだけれども、ね、うん、はい、まあまさかの制服を着ましたね、はい、まあそうだね、これはありだよね。でちょっと待って、答え書いてるかな、なんか今探してる、王の軍勢王の軍勢、やっぱりオフェ好きなんじゃないかなシーズ好きなんじゃない、あ、なるほどね、ヘラクレス、あ、マケドニアの王よと、はいはい、あ、でも書いてないね、まだ出てないのか、まだ載ってないね、載ってなさそうだよね。いやでもこれはおそらくにファランクス星5来ると思うんだよな。ファランクスじゃね、やっぱ目玉は使ってみたい、うん、キャラ、そう使ってみたい、絶対強いよこれね、うん、ビスクついてるベネチアっすよ、でしかも戸建て持ってんだよもうだってねイタリーつくせいいじゃないですか、足多分遅いんだけど、うん、だけどあのウィスク持ちのベネチアで、中世で、戸建てだからブエなんですよ、もう何でも全てを持ちうる。でこれで神王をやっつけろってことでしょ。逆に何に弱いんだろうこの兵団、なんだろうね、防火鎧は着てなさそうだね、あー、それは確かに、うん、油壺とかナファーに弱い、多分星5これだと思って勝手に話してるけどさ、だって馬に乗ってるなぎやりがさ星5だったらちょっとなんかしょぼい感じしませんそこみたいな、なんない、まあ目玉はねファランクスね、ファランクスだよね、どう考えても、なんか星5だよこれファランクスいいね、ファランクスでしょ。ビスク持ち来ちゃったね、本当に長い槍持って、うん、なかなかなかった、うん、もう 確定でビスク持ちっていうふうにもう話しちゃってますけどこれ馬止まるっしょ、止まる、うん、何に弱いんだろう、やっぱあれか、戸建て兵団に弱いのかな、まあ鉄板ですよね、そうです、ベネチアと同じでね、槍のこの持ち手のところまでこう入り込まれてしまうと何もできまへんでっていうような感じだけど、ウィスク持ってるんですよこいつらどうなんよそこらへん、まあ面白くないのはないそうですね。6月の20日ですよ、はい、そもそもなんかあと言いたいことあります、あとですか、はい、あベネチアみたいに振り向きは多分できなさそうな兵団だな、ね、なるほどね、逆にねそれは持ってないと、だからベネチアってその昔の神話の、はい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 、でもね、一説によるとそっちの方が使いやすいって噂あるんだよねそれは若干ある、そう噂あんだよね、旋回速度遅けりゃむしろ旋回しない方が使いやすいっていう噂はある、うん、プレイヤーに釣られちゃってなかなか攻撃できない、そうだね、あとあれですね、崩されるという噂だね、
回。そうだね。うん。V 法師とかできない兵なんだよ、きっとね。法人で構えてるとか一番強くて、で、さらにウィスクすると強くて、だけど、一回こう、後ろに曲がれて崩されてしまうと、バラバラになっちゃうと、何もできまへんで、みたいな感じの兵だと思うんだよね。そんな感じでありますね。うん、いいね。岐阜向きがやっぱあってね。この投げやりの馬とかって、どうなんだろうね。これなんでしょうね。なんかPV 見てる限りだとその、はい、襲撃やるじゃないですか。はい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 。その襲撃と一緒に槍も前方に投げるみたいな感じ。僕は、ね、そうだよね。実際どうだかね。投石のこの兵団も地味に強そうだな。打撃でしょ、うん、って。打撃だよね。打撃属性の投げ物だもんね。これ強いよ。戸建てに対して意外と刺さるかもしれないですね。戸建てかな。戸建てはまあ立って持ってっから防御するかもしれないけど、ええ、あれですよね、防御力高めの盾持たない兵団的なやつに強いよね、おそらく。なるほど。なんだろう、白山とか盾持ちに対してこうあるかな。でも多分強いよこれ。強い。はい、というわけで楽しみでございます。6月の20日からですね、新シーズン開幕ということで、今回は制服の旅アレキサンダーでございます。もうおどちのおどきましたね。はい、楽しみでございます。というわけで動画は以上となります。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。